これが終わったら宿題やる。じゃあそれが終わったらちゃんとやってよ。やるもん。え？やるもんだ。やだもんだって言ったのかと思う。リコ泥棒になっちゃった。リオも泥棒になっちゃった。見て。うんち漏らしちゃいました。もう拭いちゃったけど。ママ。うん。あのね。うん。リコね。あのサンタクロースにいてね。うん。あのたまごっち欲しいなって言ってたのね。うん。でね。トーヤがね、ヤリコが勉強してる時にね、一番上のお兄ちゃんが、うん、勉強できたらタバコっち買ってあげるよって言ったから、本当って思って、で、あの勉強をやりまくった。よかったね、トーヤが日本で買ってきてくれてね。で、ママのコンピューターで、どのたまごっちがいいって選びました。で、リアとリコは色違いで、リアが青でリコがピンクですね。どっちがいいのっけ。うるさ、危ないよ。うんち漏らしちゃいました。もう拭いちゃったけど、うん、やり方は、うん、あのここを押して、うん、ここに選べるものがあるでしょ。でね、このこれを押したらできる。夜になって、また遊ぼうとしてたら絶対。どうやったらお金もらえるの？普通に街、あのね、なんかやってたらなんかお金もらえる。なんかね、一番最初びっくりしたの。ね、え、あの何？って思ってね、うん、あのここにあるできるもので、できないの、薄いやつはできないの。それが増えると思ったらお金もらえたの。本当？それでね、うん、あのね、外にあのね、まだお金持ってないときに、パパはどうやって言って待って思ってたら、あのさ、え、なにこれって思って。で、そしてなんかね、で、まだバブ、それで、で、あの、大きくなって、そして、バブちゃんの時は、バブちゃんの時はまだちっちゃいからお散歩できなかったね。で、それで、あの、外に行くときは、あのさ、お金しか使えないの。え、だけどさ、あの公園とか、あの、うん、広場とか、あの、うん、プレイルームとかはお金ないでもいける。そうね。あのね、でね、あのね、あの、お出かけ中で真ん中のボタンを押したらね、お弁当を食べてんだよ。そうね。お弁当終わったら、そしてね、中に2人があるので、でね、自分のやつ合わせたら3人なのか、3人でお弁当。でね、うさちゃんみたいな。え、どうやってリアのお部屋に行くの？普通にここでこうやってつなげるの。こうやってこの真ん中のやつを押す。そう。へー、面白いね。そうやったら、あの、どっちかの、どっちかな。でね、遊んでね、でね、それ一番最初やった時はならなかったね。だけどね、結構やったら、うん、あのお金がもらえた。ねえ、これ終われないの？あ、そういうことを言い始めたな。だって結構お金もらいたいの。お金もらいたいから通信やったの。これ終われないんだよ。お金もらえるかな。めっちゃ嘘だもん。これが終わったら宿題やる。じゃあそれが終わったらちゃんとやってよ。やるもん。え？やるもんだ。やだもんだって言ったのかと思う。やるもんだ。やらないもんだ。本当に？あ、やらないの？じゃあどうすんの？え、遊ぶの。何して？動画見たり。宿題やらないの？じゃあ、うん、明日全部宿題やらないで学校行くの？うん、先生、お前今まで本当にいい子だったのにな、リアとリコ。学校から帰ってすぐ宿題やって、ママが何も言わなくても悲しくなっちゃうな。本当やる？本当やる？
悪い子になっちゃったの？ね。やらないから。え？宿題やらないの？あるけどね。重い。ねえねえ、宿題を頑張るからってそのたまごっちともやが買ってくれたんだよ。え、なにこれ？ねえ。はい、わかった。え、なにこれ？お手紙じゃない。マジックバーダメ。じゃあ、たまごっちやりながら勉強やりましょう。ダメ。ブブー。あー、悪い子。誰や？ママ。やるから、本当にできるから。めっちゃ早いよ。頑張って。めっちゃ早いから、たまごっちやりながらやる。いじってやったらもう終わるから。そうだよ。デリアやらないよ。100回でやってあげる。デリア、どうしちゃったの？本当、なんか悪い子になっちゃったの？は？悲しい、なんかリア、頑張ってやる。悲しくなるでしょ、そんなの。いい子だったのにな。赤ちゃんだな。ちょっとさ、あのカタカナとかも頑張ってやろうよ。それママが持ってるから。はい、貸しなさいもの。A few moments later. 今日海のかくらんぼです。あ、新しいところなの？そう。あ、バナナだ、本当に。漢字あるよ。ママ、漢字あるよ。見てください。わあ、すごい、かわいいね。いいなー。今日は水曜日です。4連休だったから。じゃあ、4連休だったから、水曜日なんです。これは何曜日って書いてある。何で？あら、月曜日、火曜日やらなきゃいけなかったんじゃん。じゃじゃじゃーん。まあ、じゃあ、全部握りましょうか。うん、じゃあ全部やる。いつもと同じ。え、だけどみんなしてなかったよ。おいしい？まあ、みんなしてなかったよ。中身が美味しくない。甘い？甘すぎ？山本食べたいのか？好きだけど。エミのかくれんぼ。エミには生き物が隠れています。ハマグリは大きくて強い足を持っています。砂の中に足を伸ばして素早く潜って隠れます。トントントン。足で砂、あの砂を掘るんだよ。ママ、タコ怖い。タコ怖い。マシなのこれ。でも全部やる。タコです。今からタコを読みます。タコが海の底に隠れています。タコは体の色を変えることができます。周りと同じ色になって自分の体を隠します。いや、その次嫌なんだけど。ドン、カニ。カニ隠れる。あ、この子めっちゃ隠れるの。いくよ。カニの仲間のモグズショイカ。え、カニだと思った。木図醤油だって。木図を醤油んだよ。木図醤油が岩の近くに隠れています。もうリアやめて、そんなにいっぱい牛乳飲むの。木図醤油はハサミで海藻などを小さく切ることができます。海藻などを体につけて海藻に変身するのです。海の生き物はどんなかくれんぼをしていましたか？友達と話しましょう。どんなかくれんぼしてた？何がどこに隠れていましたか、ありましたか？どのように隠れていましたか？どんなかくれんぼしてたの？そう、海の生き物は普通に色を変わって、うん、それか、あの自分の上に、うん、物を。そうだね。です。感じ。大きい、小さく切る。今日一
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10を練習しました。